皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。皆様はですね、こちらの黒霧島の柿の種ってご存知でしょうか？これですね、黒霧島に合う味噌もつ鍋風味となっていまして、僕は初めてこれ見かけたんで買ってみました。霧島酒造味覚ブレンダー監修となっていますね。さて、これが本当に黒霧島に合うんでしょうか？ではレビュー行ってみたいと思います。まずですね、見た目は普通の柿の種ですね。口に含むと生っぽいガーリックの風味に軽い甘み、味噌のコク、これはですね、なんか笑えてくるほど味噌もつ鍋のイメージです。ただ強すぎない感じはしますね。ロックと合わせると黒霧島のとろみ旨味が同調します。この柿の種は甘み旨味のバランスがマッチし、同調した上で引き立てます。普通の柿の種と黒霧島でも美味しいと思うんですけど、普通の柿の種だとちょっとですね、こう香ばしさが飛躍していると思うんですね。こちらの方が黒霧島の重みとちょうどマッチするというか、同調の仕方をしまして、飛躍しすぎない感じが美味しいかと思います。味覚ブレンダー監修という表記にふさわしい素晴らしい出来栄えだと思いますね。試しに別の芋焼酎はどうだろうと思って、島の泉と合わせると生っぽいニンニク風味と味噌の風味に島の泉の芋焼酎らしい風味の強さ、アタックがよく合いまして、あれ、これも絶妙に合うんですが、次に種子島室賀金兵衛と合わせると、うわっと思うほど旨味が流れ込んできます。甘みも強く、まろやかさもしっかり、これもですね、美味しいですね。ということで、黒霧島以外でも結構芋焼酎に合うんじゃないかなと、そのような柿の種ですね。これはですね、いわゆる焼酎のマリアージュペアリングとしてはすごくいい品なんですよね。味覚ブレンダーさん監修というだけあって、バチバチにこう合わせてきている感じは確かに見られまして、なかなかですね、この全国区にお届けするものですから、ペアリングとかマリアージュを語るのって若干難しい部分が普段ありまして、例えばですね、唐揚げにこの焼酎が合いますとかいうコメントは実はそんなに当てにならないというか、例えば店でこのうちの唐揚げにこの焼酎は合いますよ、この言葉であれば確かにそうだと思うんですけど、実際唐揚げの下味の付け方とか、まあいろいろ衣とか油とか全て違いがあるんですよね。レモンかけるかかけないかとか。で、それで唐揚げに合うなんていうコメントは、ブレたコメントであるんですよね。その唐揚げが実際のものではありませんので、唐揚げに合いやすいぐらいの話を実際しているんですけど、それに比べたらこれって全国どこで買っても基本的には一緒のものなんで、こういうのはですね、本当にペアリングマリアージュってどういうものなのかということを知っていただくための第一歩としてはすごくいい品なんじゃないかなと思います。で、その肝心のですね、度合いなんですけど、これはですね、ペアリングマリアージュのものとしては黒霧島との相性で言えば、僕的には80点ぐらい、まあもうちょっと低いかもしれないですけど、75点から80点ぐらい、まあそれぐらいの品だと思います。60点ぐらいからがまあ合格ラインなんで、上の方にはあるんですけど、ただ以前に動画を出したペアリングマリアージュ100点を叩き出すダークマターというのがあるんですけど、あれとの違いはですね、ここはですね、ちょっとレベルの高い話というか、さらに飛躍した話になるんですけど、要因の部分がですね、全く違うんですね。これはですね、どちらかというと、まあ、パリッと食べて飲んで、うわ、美味しいと思った後に、さっと引くんですよね。キレがいいという意味ではあるんですけど、ただですね、あっちはですね、余韻が残って、すごいもん飲んだなと、すごい組み合わせしたなというところから、次へ行きたくなる、求心力みたいなものがすごいんですよね。それに比べると、こちらに関しては次から次へという感じではないところがありまして、確かにうまいもんだと思うんですけど、そこで止まってしまう。その辺の違いがこの点数の違いなんですね。ということもありまして、特にですね、ペアリングとかマリアージュについて、
わからないとか気にしてないとか、そういった方にまずこれ試してみてほしいと思うものではありますので、これに関しては一度ですね、見かけたらご購入されてみてはと思います。いや、美味しいんですけど、欠点はですね、値段ですよね。普通の柿の種と比べると小さいサイズで高いんですけど、おそらくですね、量を釣り合わせればだいたい10倍近い金額しますかね。でも1回は試してみてほしいかなと思いますね。一応ですね、僕はお酒の量販店で買いました。量販店ならどこでも売ってるわけではなくて、ある量販店にしか売ってなかったんですよね。他で見たことないので、どういうところに売ってるかわからないんですけど、芋焼酎好きな方であれば結構面白い品として試していただきたいかなと思いますね。では今回の動画は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。